ジェフ・ブラバムはオーストラリア人のレーシングドライバー。父親は3度の F1 チャンピオンを獲得したジャック・ブラバムである。ジェフはアメリカで主なレースキャリアを築いている。活動の初期にはカートで成功を収めた。インディ500には10回出場し、1983年には4位の成績を残している。スポーツカーレースにおいて数々の成功を収めている。 カナディアン・アメリカンチャレンジカップでは1981年にチャンピオンを獲得した。1983年、インサ GTP にフォードでデビューした。1986年、エレクトラモーティブと契約し、日産 GTP ZXT でエントリーした。20ポイントを上げランキングは33位。最高位は3位。 1987年も、エレクトラモーティブより参戦。前年と同様のパッケージで臨み、26ポイントを上げランキングは27位。一勝を挙げた。1988年、エレクトラモーティブは T810 をベースに、独自のシャシーを作成した。ブラバムは、GTP-ZXT の名称を引き継いだ。このマシンに乗り、12戦に参戦。 8連勝を含む9勝を挙げ、ドライバーズタイトルを獲得した。1989年も前面と同様のパッケージで参戦。この年は、セブリング12時間、デートナ24時間の両耐久レースにも参戦した。9勝を挙げ、2年連続のドライバーズチャンピオンを獲得するとともに、メーカータイトルの獲得にも貢献した。 1990年は前半戦まで GTP ZXT で参戦し、中盤より NPT-90 に切り替えた。5勝を挙げ、3年連続のドライバーズチャンピオンと共にメーカータイトルも獲得した。1991年は NPT-90 などで参戦した。最終戦の前のレース、8月23日の ロードアメリカ 300km では予選前にタイヤトラブルに見舞われ、肋骨を4本骨折し、脊椎の3箇所にひびが入る怪我を負った。最終戦は7週間後の10月13日に開催されたデルマー2時間だった。このレースに3位でゴールし、この年はわずか1勝のみであったが、4年連続となるドライバーズタイトルを獲得した。また、 三年連続のメーカータイトル獲得にも貢献した。ルマン24時間レースでは1993年に優勝し、1992年から1993年にかけてイオロシシーのミシガン戦で2勝を挙げている。1994年にはインディアナポリスで行われたナスカールのブリックヤード400に出走した。1978年に アメリカに渡り、1981年より、カートに参戦した。最高位は2位、ランキング最高位は1982、1984、1987年の8位。インディ500インサ GT 選手権、ルマン24時間レースデートな24時間レースジェフには2人の弟、ゲイリーとデビッドがおり、いずれもレーシングドライバーである。 ゲイリーとは1991年のセブリング12時間でチームを組んで優勝している。デビットとは1997年のバサースと戦にチームメイトとして BMW で参戦した。兄弟の中では最も成功したが他の兄弟とは異なり F1 に参戦することはなかった。ジェフは一時オーストラリアの V8 スーパーカーにも参戦した。 デビュー戦の1993年サンダウン500において優勝し、数少ないデビュー戦での優勝者の一人となった。現在は BMW グループオーストラリアにおいて、オーストラリア国内のイベントで安全運転のインストラクターを務めている。また、オーストラリア GP で BMW が支援して、開催した有名人レースの参加者のためにインストラクターを務めた。 息子マシューも父の後を追いラースの世界に入り、カートのドライバーとして成功を収めている。2004年、アメリカモータースポーツ電動入りを果たした。ネオ総監号、日産自動車株式会社宣伝部、ピアニッシモ、ピアニッシモ、ジューフォルティシモ、ありがとうございます。